キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日でございますかね。はい、金曜日でございます。はい、お疲れ様でございました。どどん。はい、今日のこちらの方面は曇りですね。ちょっと昨日でもちょっとパラッと降ったのかなっていう感じなんですけど、変な天気でした。昨日の予報はずっと雨という予報だったんですけど、私佐賀県は鳥栖市というところにちょっと仕事で行きましたという話をしたと思うんですけど、あの鳥栖市に入った瞬間にずわーっともうすっごい雨降って、もうフロントガラスもう前見えへんやんっていうぐらいまでですね、ちょっと雨が降ったんですけど、さあ作業しようかなって思ったらカラッと止んで、そこから快晴、なんやねんそれっていう感じの一日でございました。はい、今日もちょっと曇りがちであるんですけど、とりあえずまあ雨降った後みたいな感じですかね、路面はですね。はい、そんな感じの、金曜日スタートでございます。いやー、昨日ですね、電子冷蔵庫って言ってちょっとサイコロ型のですね、冷蔵庫をですね、238台ですね仕入れに行くっていう話で、大きなトラック、4トントラックですかね、はい、乗ってブンブンと行って、で、さあ着いた、じゃあ積もうかなとかって思ったんですけど、まさかの一人で手積みっていうね、マジかよって感じで、はぁ、もう相当やったですね。まあそれでも10時ぐらいからだったかな、10時ちょっと前からスタートして1時ぐらいまで、はぁ、永遠に、って積みました。はぁ、で、それで、まあ、福岡に行きまして、100台それを下ろして、で、残りをまた事務所というか、倉庫に下ろして、って言って、これちょっと数が違うよねっていう話をして、あら、そうですって言って話をしてて、まあ、結果ですね、238じゃなくて275台、私持って帰ったというね。そら、きついわとか言ってね、っていう感じで、もう体中今バキバキ状態でございます。いやー、きかったっていう感じですね。昨日インスタのことですね、はい、バンクシャの吉野さんが備前の鉢アカウントで株の、販売と鉢の販売だかな、はい、されておりました。結構再生備前と、あと、なんでしたっけ、土器ですね。土器の、こだまさんの土器の、鉢、結構な数を仕入れてるというか、それ取れますね。で、結構土器はやっぱ、高いっすな。いいお値段をされておりますよ。はい。それはもうなんかすごい、いいんでしょうね。私も土器の、鉢を一つだけ、買っておりますけど、またちょっと違うパターンのやつですね。ちょっとかっこいい系の、鉢みたいですよ、今回のですね。はい。で、まあ、ライブちょっと違った目指してもらって。で、前半は株を何株か販売されておりまして、っていうような金額でしたね。はい。吉野さん、これ結構いつも、もうちょっと高めに売ってるのを、っていうような感じで、園芸やろうぜの時よりも安くしております。もう今日限定ですからね、みたいな感じで、もう即売れたみたいですけどね。はい。そういうこともするとか思いながらですね。はい。見ておりましたですけど。はい。ちょっと秘宝ですね。はい。ちょっと、あれ、やっぱりダメだったみたいです。はい。じゃあ、この続きはまた後で。
はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、相も変わらず曇り空の中通勤しております。体中バキバキのパキパキでございます。はい、今日は金曜日ということで車もねちらほらやっぱ多いですね。あ、明日さて休みですからですね、車がだいぶ減ると思うんですけど、はい、さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、昨日もちょっとなんかライブ結構な人数立ち上がっておりましたですね。はい、販売されてる方もいらっしゃれば雑談される方もいらっしゃればね、はい、結構ねもう定期的にこうライブをこうされてる方っていうのはこうねメンツがこう大体もう揃ってる感じかなとかと思うんですけど、トッキーさんが発熱してしまったというなんかストーリーが飛び込んできて、なんかまあ本人は大丈夫みたいなんだけどみたいな感じで言ってたんですけど、今インフルエンザとコロナがなんか流行ってるみたいですね。まさかのダブルみたいなね、これは病院の先生たちとか病院関係の人大変ですわ。これインフルが、これはコロナがとか言ってですね、もう病院の人たちはもうずーっとでしょうからね、コロナになってからもう本当大変だと思います。うんと、ありがとうございますっていうところもあるんですけどですね。さあどうなんでしょうか、まあ、コロナでお願いしましたけど、和歌山の兄貴もまたコロナかっていうことで今日検査薬のストーリー上げてましたけど陰性だったみたいなので、とりあえずそれではなかった、ただなんか調子が悪いみたいな感じみたいですね。ちょこちょこストーリーだとかポストを上げてるみたいですけど、多分やり取りは多分できてないのかなっていう感じですね。あとこの前キングさんですね。はい。私のフォロワーさんでキングさんがね、久しぶりにこうね、なんかアイコンが金髪の、アイコンに変わってたので見てみたんですけど、元気してるかなということで、DM を送ったら、なんとか生きておりますっていう感じで、キングさんもいろいろ頑張ってるみたいだなとか言ってですね、なってるんですけど。はい。ということで、先ほどの話の続き。あれやっぱりダメでしたっていうのは、オベサちゃんですね。リバランプランツさんからお迎えしたオベサちゃん、すんげー立派なオベサちゃんで、種までね、取れたオベサちゃん、やっぱりカビ病というんでしょうか、なんていうかでしょうか、あれがもう蔓延してしまったですね。ちょっと先っちょがですね、ミョコ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 ってこう出てたので、いけるのかなーとかで思ったんですけど、ダメした。もうブニョブニョです。ユーフォルビア特有のブニョブニョです。もうあれはもう多分厳しいですね。もう水吸い気なんでしょうね。先っちょだけ切ってっていうことも考えたんですけど、厳しいでしょうね。多分最後のあわきというか生きるっていう気持ちの表れだったんでしょうかね。またやってしまいましたね。おべさちゃん結構難しいんやね、やっぱね。原因は何かって言ったらやっぱ早めの対処ですね。ちょっとなんかあれっていうちょっと黒ずんだのが見えたら、そうね、やっぱ塗ってもダメだったもんね。だからそういうことじゃないんやろね。一回やっぱ抜くべきやったんですかね。で、目の状態を見て、で、綺麗にまたちょっとリセットしてあげればよかったんかなと今はちょっと思ってるんですけど、まあちょっと怖いよね、やっぱね。そうでもね、立派な株だけにやっぱ触るのがやっぱ怖いって感じですかね。というフォルビア系はもうぐじゅっという柔らかい感じのがもうほんとばっくりきますよね。もうそんな感じでございますよ。皆さんもおべさちゃん育ててますですかね。またちょっとこう手頃な名もなきおべさちゃん、まあ、ちっちゃいのでもいいのでちょっと考えてみようかなとかって今思ったんですけどですね、結構手頃に手に入りやすくなってますんで、もう大きいこといらんしね、もうちっちゃいのでもいいやってやっぱ思いますもん。
で、徐々にこう、めでるような感じで、まあ、だから期待に応えて、もらえるかどうかわからないですけどですね、まあ、環境が環境もありますからですね。ただ、ユーフォルビア系は結構窓際がいいのかなと、そんな感じで思っております。はい、ホリダはもう完璧に窓際やなって、あの環境が一番いいっちゃろうなってやっぱ思います。ちょっと出しますよ、出すんだけど、やっぱあの環境がいいんやろうなと。私のフォロワーさんであっちゃんですね、あっちゃんっているんですけどね、吉野さんの、まあ、後輩でいいでしょうかね。はい、あっちゃんからお迎えしたモンストホリダ、これは元気がいい、外でもランランとしてますね、小株が増えてすごい、まあ、デカくなってる状態です。ちょっと上返さないかのかなとかって今思ってるんですけどね、まあ、ちょっと手頃な大きい鉢がちょっとないかなーっていうことは、ちょっとこれ専用でまたなんか作らなんかなーとか今思ったりね、してるんですけど、今年は結構行ったな、アイオニウムも行ったし、オベハちゃんもこれも行ってしまうたもんなー、多分ダメでしょうや。あとはステファニアだったかな、あれももう梅干し太郎みたいになってしまうたしですね。結構やらかしております。はい、まあ、一番私の環境にあって育てやすいのはどうでしょうか、やっぱアガベ系ですかね、アガベディキア系ですかね。サボテンの一部はいいのかなとかって思うんですけど、やっぱサボテン奥深いからちょっとあまりにも放置しすぎるとちょっとやらかすんかなとか、敏感なまま行ってしまうたんですよね。もう見割れした時がひどいもん、バチーって割れたらね、あれ難しいよなと思います。加減がね、現地でも結構見割れとかしてるのかなってやっぱ思うんですよね。分からんすけど、どうなんかなと思いますね。はい、さて、明日は土曜日ですかね。はい、あ、もう明日週末ですよね。週末、明日はもうあれなのかな、積もりかな、ですかね。お祭りがあるでしょうや。はい。もう毎日が大変なんでね、そんな感じですよ私は。はい、まあそんな感じでございます。さあ、もう来月ね、園芸やろうぜまで1ヶ月を切りましたよ。いや、早かったね、今年めっちゃ早かったよな。で、結構ね、縁日っていうイベントがまた増えましたので、それがこう間にこう入ってるから短く感じるよね。ほんとそんな感じですね。いいことです。はい、なんかね、どんどんこうイベントがね、充実していくのがね楽しみですね。結構縁日も結構ね、皆さんからこう認知してもらってるみたいな感じなんでですね、いいんじゃないやろうかな。備前屋えにしもね、結構定期的に行われてるみたいなのでね、ぜひね、皆さんね、予約して体リセットをしてもらいに行ったらどうかなとかって思うんですけど、最近されてないね、吉野さんしてるのかな、してるけどもう写真撮影とかしてないのかな、そんな感じなんですかね、だと思いますけどね。さてさて、どうなんでしょうか。明日は土曜日か。さあ、また私は、また頑張ろうかなという感じですけど、昨日が休み明けの一発目でこんな体ボロボロなってますんで、そんな感じでもちょっとね、今もうなんかうだうだしておりますが、はい。で、あと、そっか、園芸やろうぜバッジをね、吉野さんにちょっとサンプリングでちょっと送ってみたんですけど、意外と評判良かったです。そうみたいです。またなんかちょっと追加で作ってもらっていいかいなとか言ってやっぱ来ましたんで、やっぱだよな、皆さんはもうただやったらね、ただやったらやっぱ欲しがるよね。いくらか払ってあげてよって感じがするんですけどね。なるほどね。怖い、もう本当怖い、本当思いますよ。はい、もう作る人の労力なんか全然考えてもらえませんか。まあそれいいんでしょうけどね、今の時代。はい、
まあいい宣伝になればいいなぐらい思っとかないかんのかなと思う今日この頃で、ございます。はい、じゃあ明日は土曜日ということで皆さんはお休み、よかですね。私は相変わらずザマミロです。で頑張っていこうかと思います。はい、じゃあ今日この感じで終わろうと思います。お疲れ様です。テイクミュージック。キーホルダーを最近付け替えたからね、白い子猫がくたびれてきたから、車のエンジンかけるとき必ずいつも思い出す、あなたの言葉なんで書きだけ持ってちゃダメなのね、余計なものはつけたくないからね、ある日すべてをなくして初めてわかった、言われた通りにすればよかった、マンソールは今いば奥に隠れてる、法律で許してくれてるものだし、100円玉にことほんのちょっとで1